どうもおはようからこんばんは、殿でござる。アークナイツやっていきましょう。というわけで、イベント喧騒の起きて始まっております。私もドルフロやっている傍ら、なんとかね、今配信されている分のストーリーはクリアしました。まああっちは結構周回しないといけないんで、逆にこっちは実績解除型っていうのかな、そういうので結構ね助かってはいます。まあ一気にクリアはしたんですけれどもね。で、あとは新しいねキャラクターもどんどん出ていますし、モスティマンもね入手しました。まあそこはやっぱり水木奈々先生ですし、私も同じ四国民としてなんとか入手したいなと思って、そこは取りましたけどね、やっぱりトップに関しては副官っていうのかな、秘書副官か、に関しては秘書だよな秘書秘書はやっぱりチェンさんの、このチェンさんとこの絵局の方々かな。左の人多分死んでるかな嘘あのサンクタねちゃんと後ろにもドクターいるんですよ。ちょっと後頭部見えてはいるんですけれども、で編成に関してかな、モスティマに関してはなんとか昇進2にして、レベルも現在57、他は60以上でなんとかやっています。まあモスティマも結構高コストですよね。やっぱり範囲系の術師とかは結構コストが30超えてくるのが多くて、私もあんまり普段ね基本高コストばっかり使うのがまあ昔からなんですよね。マジック・ザ・ギャザリングとかあんまりこう速攻系のデッキとかじゃなくて、ただこのゲームに関しては低コストがねやっぱりいいんですよ、回しやすいから。だからこう高コストのを加えるのはちょっとためらったんですけども、やっぱりねかっこいいですしね、綺麗ですし強いし使ってて面白いんで加えました。まあ低コストで場を固めてから終盤で出すっていう感じかな。スキルとかも発動は1回ぐらいしかできないんですけれども、まあこういった編成になっております。アズリウスが外れたかな。で、イベントに関しては、まあ、一応クリアはしております。なんで今回は、こちらのラストの CB の10、こちらをやっていきましょう。今回ね、ちゃんと自動式試して問題なかったんで、いけるはず。なんでメンバーはこの面々。あとは、高野菜とかがまたアンロックされるんで、いわゆるエクストラのステージですよね。そこを果たしてクリアできるかどうか。みんな、くれぐれも安全にね。この層が結構厄介ですからねストーリーに関してはある程度ネタバレになってしまうんで言わないんですけれども、個人的に気になるのはどこまでが茶番でどこまでが真実かっていうのがわからないですよね。じゃないと刺されたところと撃たれたところが矛盾してしまいますよね。結局死んだのは誰で本当に死んだのか生きているのかよくわからない高野菜とかでなんかストーリーとかあったりするんだろうかな。結局はまあサブイベントではありますが、結構ぼかしているところもありますよね。モスティマのね本当の仕事っていうのかな、本当にあのトランスポーターなのか、それともラテラーノのなんかこういろいろ仕事とかもあったりするんだろうかね。エクシアのこう姉だったり、あとはなんかこう出てきたいろいろ肩書きがある監査官か監督官かなとかも結構謎があったりして、そこも今後明かされるんだろうか、もしくはモスティマの信頼度を上げればなんかこう情報が出たりするんだろうか、アーミアみたいにこう伏せられまくったりもするんだろうか結構気になるところを多く残して今回のイベント終わったような気がする。でこのマップに関しては最初こう両端で戦おうかなとも思っていたんですが、中央に回復ポイントがありまして、で敵の進軍ルートもぐるりと回るんで中央に固めて戦った方がいいかなと思って、今回ねこういった感じにしています。で、結局出てこないはずであったこの一局もチェンさんが出っ張ってはきているんですけれども、試しにそう足止めしてみようと思っていたんですが、シールドがあるんですよね。今回からそのシールド持ちっていうのが出てきて、アーツ攻撃によって確かシールドを解けるんだったっけな。結局この一局では止められなかったようなんでね、裏のボスっていうのかな。
なんでこうして接近を許しているかつ砂嵐によってダメージを受けたり、あとはね、このおじいちゃんの趣向で HP が高い人と低い人、一番低い人かがちょっとこうデバフを食らったりして結構大変なんですけれどもね。そこに関してはなんとか回復力、あとはやっぱり外せれないこのパフューマーのラナさんの全体回復、そこがほんと重宝するからこの人は外せれないな。いや個人的にねキャラクターもすごい好きなんで、そこは星4であっても加えてはいきたいかな。でこうやっておじいちゃんが通っていくんで、まあなんとか攻撃をしつつ減らしてはいるんですよね。シールドが解ければどんどんダメージは食らっていくんで、そこに関してはどんどん射撃とか、あとは術攻撃、アーツ攻撃によってどんどん減らしていく。今回このマップロードローラーだーがいないのが本当助かる。それをもってブロック3できる、オペレーターたちを上下に置いてはいるんですよ。でおじいちゃんは倒したかな。であと残り敵は1体。アーツ攻撃できる人が今いないんでシールド貼られたままなんで、チェンさんもね、チェンさんじゃない、テキサスも結構苦労はしているんですよ。スキル使えばまあダメージ、アーツ系のダメージを与えられるんでいいんですけれども、なんで最後はアーミアで攻撃と、まあこんな感じで推奨レベルは昇進値の50なんで、そこはまあ面々の強さに関しては問題はない。結局おじいちゃんと戦うのも初見だったんで最初一回やり直したんですよね。まあやり直したといっても、最初このマップの左側にエクシアを置いて、あ攻撃届かねえわと思ってやめたんですよね。だからそれ以外は全部一発クリアかな。まあ結構ストーリーも長かったんではありますが、あとはここですよね、右下、現在未開放、6月の3日か。とはいえアークナイツのイベントってだいたい2週間ぐらいしか期間はないんで、ちょっと短いんですよね。だから解放されて6月3日でしょ、1週間か、1週間でなんとか EX をクリアして、まあこっちのこういう実績解除型のミッションをクリアして、ここの配送所の報酬を入手しなければならないんですよね。今のところはまあ取れるものは今のところは取った。だからあとはここら辺のやつかな、バイソンの印とかゴゾゴゾ、結構謎が多いですよね。このモスティマに関してもサンクタ、話的にはねてっきりこうまあ打点したって言いますけれども、打点だから最初はサンクタなんですよね。けどなんで角が生えているのか、ラテラーの出身でも種族的にはサンクタプラス、リスカムと一緒の、グイーグルっていうのかな、ウルサスとも言われてはいますが、尻尾にね、悪魔みたいな尻尾なんで、種族はリスカムと一緒なのかなとも思ったり、けど、生まれた時っていうのかな、最初はサンクターだったんで、エクシアと一緒、なんか頭に蛍光灯乗せてるやつね。散々ネタにされているな。結構謎が深まっているんで、そこら辺が今後明かされるのかが、ちょっと気になるところであります。謎残しすぎですからね、いつもこのゲーム。そこら辺どうなるかが非常に気になる。まあ次投稿する頃にはいわゆるエクストラのステージがまあクリアできればいいかな。あっちは昇進2の30ぐらいが上限だったら助かる。今レベル的には60で、そっから上げるのが結構大変で、モスティマを昇進2にするために最初はね結構周回していたんですよ。ストーリーとかは進めずに一旦モスティマの育成とかをね頑張ってて、スキルに関してもレベル7までは行きました。あとは特化の方ですけれども、そこはまあちょっと素材が全然足りないんで、まあそこは後回しかな。なんで最初2日間ぐらいは育成やってて、で、今日ぐらいかな、途中まではね、ちょっと進んでて、まあ、今日ぐらいで一気にやって、こうして撮っているんですよ。まあいろいろ気になるところではございますが、じゃあ今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。